後でやろう。もう無理だこれは。水濡らさないと。あばちゃんお疲れ様、ありがとうございます。そう、昨日はなんばらちゃんでした。前髪ピエン、そうやな。前髪ピエンになった。今日のまゆみちゃんイケメンやん。くしゃ、マジで。イケメンなんや。イケメンなんや、やばい。ありがとうございます。昨日夜公演見に行ったよ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。昨日ナンバーちゃん出たけど、言うてもうすぐ14に出るんですよね。ナンバーティー公演、皆さん待ってますね。そう、昨日かな、昨日発表されたか、メンバーが。ナンバちゃん可愛かったよ、ありがとうございます。今日も遅刻しない、えらいとっとりさん、そっちなんや、えらい太郎さんじゃなくてえらいとっとりさんなんや。えらいとっとりさん、あみは太郎があれなんやと思ってた。今日は、あ、昨日はナンバちゃんお疲れ様、ありがとうございます。チキのライブ配信買ったよ。おー、ありがとうございます。配信で見てくれるんですね。てんちゃん昨日イベントの商品のクマしてくれたけど、大と小のクマに困ってた。そう、待って、あ、メモもらってんだ。あれちゃうわ、ここにおるやん今。じゃん、だから2個目、あやみこの子ちっちゃいのもらった。これはクマさんランキングじゃないかな。かわいい、かわいいよな、このサイズってかわいいよな。大きいのもかわいかったけどさ、このミニサイズもかわいい。キューってしたくなる、めっちゃギュッと抱きしめたくなる。昨日ナンバラティー公演前にセタンティーサと予約したよ。お、ありがとうございます。今日公演入るから2日連続ナンバちゃん。期待してくれてるからちょっと言わんとこ。クワガニはようやってきました。マジ？黒は、でもな、確かに黒ばっかり似てる。14はいけるかも、マジ？待ってます。ルフレシアなんてよく知ってたね。え、そう、ポケモン？ポケモンカラーかな。ポケモンおるやん、ラフレシアってやつ。そのそれで、ああ確かこの花これやどんなやつやった気がするなと思って。そう、14はモバメで見終わらせてた。握手会ようやく取りました。お、ありがとうございます。だねー、2日後にしようねって、それにパニック、それの早すぎな。
なんかね、まだ全然明日ってじ、あ、ちょちょ、明後日って実感ないけど、明後日なんやろうな。うん、頑張ります。皆さんは来てくれますか、周年ライブ。2日とも周年行けなくなりました。マジ悲しい。選べるの？何を何を？何の話これ、何を選べんのやろこれ。あ、クマの話かな。クマの話やったらあやみは選ばれへん。クマはあれ、あの、もともと1位の人はちっちゃいのって決まってるから。何の話なのこれ、あんまり時差がすごすぎてさ、ちょっと何の話してるか全然分からへん。今んとこ学校北斗はーし、ダメ。はい、思わず白ペライト振りましたありがとうございます。昨日のね、ナンバーちゃん可愛かった、ありがとうございます。ワンピーとさ、初めてなんだよね、ナンバライ、ナンバラちゃん。ワンピーがあんまりね最近ナンバーちゃんやってなかったから、ラフレシアはガンダムで知ってる。なるほどね。火曜日の周年ライブ、亀戸席から写真撮るね。お、ありがとうございます。と、待ってます。公演前の動画でレイニアもナンバーちゃんやってたのに、いつの間にか先生って言うじゃない。そうレイニアもあやみもずっとナンバーちゃんばっかやったのに、もう一緒に初日迎えたからね。レイニア、大阪の句司会取ったから初あやみちゃんなる。おお、マジで、ありがとうございます。平日はそれ厳しいだよね。土平日ですもんね。火水っていう。八は行きます。ありがとうございます。水曜日だけ行きます。9日か。昨日の周年の振り返り配信見てて、もうエモすぎました。泣きそう。握手会って名前とか、名札とかつけてくる方がいい。確かに初めての方は、つけてくれた方が、名前と顔が一致するからありがたいっちゃありがたいです。そう、あの名札つけてました。あ、ショールームのいつものあの方やってなるし、その顔と名前が一致できるから、リアルイベントでもそれがありがたいです。2日とも行くよ。8は1回、9は3回やった。お、なるほど、ありがとうございます、いよ、ナンバラちゃん返さなきゃ。そうかな、ね、もうすぐ抜けるそうっぽい、抜けるそうっぽいそう、あ、でも今回って確か12回なんかな。PPP どれが正解？本一句ね、的にはひらがな P やな。喜んだな、声で見方でよかった。そう、勝てたよ。あれ一応ね、
そう、時間が足りなかった時用に4問用意してたんやけど、まあ、3問やったから。ギリ、あのね、ちょっと勝負がちゃんとつくよな。昨日最初は初めてみちゃんにカシパあったよ。みかにゃんの名前、カードと名前で一緒。あ、そう、あの、あれなんか知らんけど、みかなさんになってて。そう、なんかそう、一回まあ、もともとちょっと分かりやすかったんけど、一回そのデッキをランダム、デッキ何個か使えるじゃないですか。それあれで、あ、若やんさん全部揃えた方が強いのか、みかなさんに全部揃えた方が強いのか、かりんさんに全部揃えた方が強いのか、全部試してたんやんか。で最後みかなさんの状態でちょっと勝負始めちゃったから、みかなさんやったんやな。でみかなさんも強かったから、そうレベルはちょっと低いけど、その特攻期間やったから今。よし、見ながらとナンバー出てなかったのに急に出てできるもんですね。まあそうですね、一応まあ自分のポジションやったから なんとか覚えれな、思い出せたって言ってた。どんどん下がっていく。最近名前行くと大体ホノピーちゃんもで、ホノピーがいなかったの最近あれぐらいだよ、あのあれぐらいナンバラウィークぐらい、ナンバラウィークもたまに続けてたしね。どこだ？ちょっと一番まで行っちゃった。あ、あったかも。ここや。いつもカジュアルパーティーのゴールドパス買った。そんなんあるんや。すごい。初耳だわ。そのたまにさ、なんかベッドめちゃくちゃできるタイムあるじゃないですか。カジュパって。そあん時に闇はめちゃくちゃ。ちょっと推しメンランキングの順位を上げてるんですよね。最大11ベッドできるから、違う、10ベッドか、10ベッドで11倍になるんか、なるから。なんだつけて赤棚札何やりされるやん、認知されるやん、そういうことですね。じゃあ私も札つけていきますか。そんな可愛い、ありがとうございます。今まで治ったことない。名乗ってよ、みんな顔知りたいやん。また下行っちゃった。そう、全然若宮さんと共演できひん。なんで？今日も出たかった。認知ドキドキ、認知ドキドキ。なんでなの？スタッフによってはね、名札ダメと言います。なんで？自分の名前をあらわにしてるだけやのに、わかんねんな。お、443やって、ありがとうございます。ひやちゃん、顔も服も貫禄か、リカザープ、確かに顔似てんな。服はね、まだ最近ずっとあれやから、ジャージ姿しか見てないからだ。でも服はね、でミリアちゃんはね
それなんかまあかわいい何系って言えばいいか分からへんのあれは。のみちゃんにはゴールドバスよです。そうやでしたか。これあそうゴールデンベッドタイムや。あハート回復かな。るほどね。最近は月終わりまでコイン貯めて推しガチャしてます。それな推しガチャ最高。配信だけだとこっちはみちゃん見れるけどあやみちゃんこっち見れる。そうだもんアバターしかわからないかわいいアバターのままでいたいのなんかかわいいこれ怖い顔してるからやめちゃった。そんな引いたりさ怖がったりせんよ人の顔で。そうだから皆さんもちゃんと実現してるんだよっていうのを言ってくださいよなのってちゃんとだからちゃんと見物っていう僕はちゃんと存在してるんだよっていうアピールをしてください。死ぬあやみらねやばい。おろ。キハルとか公式グッズに名札入れるけど大丈夫だけどピン止めの名札とかは言われたりする。ああなるほどね。確かにあれに入れてる人多いかも。ゆうちゃんっていつも髪切れ。えマジ綺麗。しかもめっちゃ固まっとうもん。いいね。子供がいてたってそんな中ほんの子供じゃないからね。あみちゃんも言うともう14ね。あと1ヶ月でお前そうですね。じゃあみんな顔知られたくない人は顔アバターのお面作っていこうそっちの方が怖いわ。痛いちょっと謎の集団すぎて怖いかも。僕は全員 AI 説。僕はいない。嫌だわやめてよ。朝よく配信して敵になりすぎるので入ってしまいました。ちなみに初見ではありません。そうなんですか。ありがとうございます。だね、サンコータさんってありがとうございます。12歳かと入りたてのはいいやないかいの。それもう確かにニヤマルくんだらけになるねかわいい。それはかわいいわ。ああすごい苦手やから犬がたぬき。あ、じゃあ北海道かぶってこ。北海道だけ犬なすくなきに一般的に14歳は子供です。でも大人料金なんで大人です。ユニバも電車も何もかも大人料金なんです。中学生はなんでですか。まだ子供でいいじゃん。リアルなニアマルス確かに誰が誰か分からんな。ニアマルパーティーすぎ。そうですね。年齢見てって言われる。よく
年齢より上に見られる、よくねおかしいよね、なんでなんやろ、14ってどっちなんやろ。あ、確かにみんな赤いキャップ行こう赤いキャップかぶろうで、猫も3匹乗せよ、頭と帽子のつばとどっか降りてるけど一人。あ、そう、みんなカープのね帽子もみんな赤ですよ、赤ですよ。最近は分かんけど、遊園地とか中学生中高生みたいなないねん、なんでなん、なんで大人なん、大人ちゃうって。え、そう、大人やけど料金だけ子供がいい。14はもう、え、だってさ考えてみてよ、あと4年で成人やで、年齢的には。劇場の料金は中高生ね、小学生っていうのがあったよ、小学生料金あったっけ、ないよな確か。カープさんに恥ずかったか、カープといえばの木下さんの、あ、そう、名字が一緒なだけやけど名字が一緒だけで、ちょっと広島やし野球はあんまそんな詳しくないんですけどね。松野咲ちゃん中学生見られるって、あ、確かに可愛いしね、うん、体操服用の赤白はどこで買えるかな、あれじゃ制服ってとことか買えちゃうあゆかさんが10月4日になるとリサヒー画像をポストして天使の日って書いてるのが微笑ましい、あゆみたちと同じことしてるじゃん、あゆかさんあゆみ4年後成人、そやで、怖いね。ダミアニアマル素顔大人ニアマル見た目が似合うまる。カープの木永さんとは画面が違いすぎる、もう性別も違うしねそもそも亜美は成人、いや亜美は成人せざる得ないんですけど、亜美もそれはでも分からへん、もしかしたら4年あったら何でもなるからね、もしかしたらちょっと大人っぽくなってるかもしれへん。顔立ちも、アミタも朝あと26年したら40歳って、え、待って、アミ待って、だから26年したら40歳ってことやろ、つまり世界が2050年ってこと、あお、すごいね、なんて言えばいいですか、あゆみちゃん AKB、まあ、でも AKB さんとはまあまあまあ、あゆみちゃんでも全然なんでも大丈夫です。そうね、確か漢字違うけどあれよね、あゆみさんっていらっしゃるんよね、 AKB さん、あゆみちゃん美人になる、それはそうかもしれない、4年の間に身長2センチになってるかもしれない、それでアミがもう2センチになってるかもしれない、26年後生きてるのかやばいあ、生きない、あ、生きてるの、あ、そういうことか、2050年やったらさすがにもうお母さんも知ってるから逆かもよ、2メートルでしょ、2メートルめちゃくちゃ伸びてるかもしらん、これで事務所からオファー来たいのに、セブンティーンとか、今回のさオータムを機にさ、そういうのをちょっといろいろ手出そうかなって1回目もセブンティーンのやつ受けてたんよ、オーディション NNB 中にね、
あやみも伸びてはいんねん。ただあみの方が身長の成長速度が速くて、そうあみの方がえ伸びてるってなる。めっちゃあみはちょく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 伸びてってんねん。けどまだ160いってないし全然。そうなんか今年入ってちっちゃい、なんか去年の冬頃から一気に身長伸びるの遅くなった。だって去年の冬から今年の春頃からずっと身長あんま変わってないもん。1センチ1センチ1センチ、ちょっとずつ伸びてるだけ。伸びちゃうとやったさ、さやちゃうと死ぬ。今ここのこの場にいないのにさ、いじられてんのおもろいねんけど。ママがちょっと今話してるわけでもないのに、こういう今逆転されるかわからへんけど、その身長がまあ前加入当時より近くなる可能性は全然ある。ミサさん、ミサちゃんは確実に抜かされるよ多分。だってアミと今同じぐらいって言ってて、アミがギリちっちゃいけどまだ。だってさ、まあまあまあ普通にね、うん、ミサちゃんも大人やんか。アミはもう今絶賛成長期なの。ミサエちゃんは負けちゃう。だからアミが伸びたらミサエちゃんが NNB で一番小さい身長のメンバーになる。 AI 予想、アヤミ身長は高校生で3ミリ。お、3ミリ、待って3ミリ伸びひんと一緒やん。だから160ぐらいしかなくなるってこと、160ぐらいしかないってこと、高校なってもアヤミなんで。アヤミちょっと予想的にはさ、まだ伸びる予定やねんけど。あやみがもう NNB でミサラちゃんを抜かしてしまったから、あみあやみミサラちゃんじゃなくなったので、レイポンも抜かしてるから、あみあやみミサラちゃんレイポンじゃなくなったのよ。あみミサラちゃん10期生でミサラちゃんよりしてる。あ、そうそうそう、10期生で一番身長高い、あ、ちょっと身長低い村井優里ちゃんよりもミサラちゃんの方が低いんですよ。なんか一番下に行っちゃった。中学生からピタッと止まった。そう、中2からめっちゃピタッと止まった。なんで急に一回見直し。そうよね、そう中二組も大きいのよ。最近分かってんけど、まあ、キネイルハちゃんはあやみより身長高いで、ミリアさんがね実は私よりギリ上でした。なんで？あん時あやみの方が上やったのにミリアちゃんが抜かした。さえちゃんとコノノはあやみの方が上ですね。でもそんなめっちゃ離れてるわけで、これ成長してます。ミリアちゃんが、ミリちゃんが逆転した。そして木沢優林が一番小さいって、この前その最初はちょなんか10期生内で
ゆりちゃん、コノノン、京香ちゃんあたりが争ってて、誰が一番低いのかみたいな結果、ゆりちゃんが一番低かったらしいですか。抹茶の成分がリサちゃん、あダメじゃん、見るよ公式では150だから、絶対伸びてる、絶対伸びてる、うん伸びてる、絶対154のわけないフフフ、見る一番高い、一番高いのは誰なの、千尋、千尋買ったんかな、かりんさんとかに。中小試験にしまうかと思って、え似てるよな、あそこ髪型が似てるからかな、身長はまあ全然西島ちゃんの方が高いけど、とびしにしあれ髪型が似とるからダンスバイバイスッと伸びにくいの、でも花火さそんな低くなくない、かりんさんもかりんさんもゆみさんもあんのんさんだってそんな低くないし、マイティさん、マイティさんとアンジュさんも高いじゃん。あみたみさえちゃんなかなか抜けないから伸びてるんじゃないかって言ってた。あみさえちゃんがまだ分かんないぞ。確かに。いざ測ったらもう抜かしてるかもしれない。やっぱりみかなさんが、ちょっとみかなさんぐらいの身長が一番いいかもね。服とかも合わせやすい。いろんな服着れる。でも網も多分そんぐらいにはなる、そんぐらいで止まると思う、このままいくと。もう今ので、今もう中結構止まってるんやんか、結構止まりかけてて、身長速度が伸びちゃはいいねんけど、だからこの身長速度のまま伸びると将来的にはもうみかなさんぐらいで止まると思う。あみたんが伸びるか、みさらちゃんが縮むか、ちょっとみさちゃん縮んだらおもろいな。かやんさんは、かやんさんはあれですね、160ちょっとぐらいかな、確か。はい、私は比べていただき、ちなみに大丈夫です、キューキはちゃんとそういうの見るんで背伸びしてるって。そう、ママが身長高いと合わせる服がなんかなんとかみたいな、ちょっと気がする。公式に言うとカレンさん100、カレンさんチヒル 168.5、 ミキさん168、あなるほど、あカレンさんと一緒ぐらいなんや、チヒルンは、チヒルンはこね、オータムフェスティバル一緒に出ますよ、あのライブ一緒に。みさちゃんでもね、プライベートは結構厚底履いてますね。でもちゃんと靴の上履かってるからね、私たちは。ではそろそろ壇上読もうと思います。ちょっともうすぐお腹が鳴りそうで怖い絶対ちょっとでは大丈夫だと思います。13位オーナフィットさんありがとうございます。12位まさやかさんありがとうございます。11位さとくんさんありがとうございます。10位たかまささんありがとうございます。9位なるさんありがとうございます。8位あやみの姉さんありがとうございます。まあ、かっこまさのさんありがとうございます。7位かきひこさんありがとうございます。6位たつみんやさんありがとうございます。5位ねこまちびとさんありがとうございます。4位あわかみちゃんさんありがとうございます。3位ひいちゃんさんありがとうございます。2位ふろしきさんありがとうございます。そして1位は黒沢さんでした。ありがとうございます。はっはは、あとはね、水飲んだ後に配信、水飲みながら配信とかしたら喉めっちゃ鳴る、キューっ
ってなってる多分通ってる、喉の水が飲んでる。チータンがルースでよく飲んでる。かわいいよチータンちょっとかわいい。もうリハ期間になるとさ、あのまあ別々チームとか別々やけど、まあ、やっぱ集まるわけじゃないですか。そう休憩って絶対うん、そう待ち休憩待ち、ま、リハ待つところもずっとみんな一緒やし、ん今日5?6だな。うんやっぱ仲いいねんなって思う休憩ってやっぱ仲良しやなってほっこりするよね。みんなでずっと話してるもん。あ消えちゃった。よし。よし、かわいいかわいい。で、はい、オッケー。顔でかくなっちゃったけど、まあかわいいからいいや。では今日の1位は黒沢さんでした。ありがとうございます。パチ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 。はい、ありがとうございました。はい、ということで明日は7時かな、7時からです。はい、ではよろしくお願いします。今日が14、そう今日から14のやつ開始やから、昨日発表されたけど、皆さん何倍でいい声待ってます。はい、ということでまた明日もよろしくお願いします。バイバイ。